どうも、米付きばっかです。ヤンモバは乳を揺らすゲームというのが随分と浸透してきましたよね。そんな乳揺らしゲームですが、乳ではなく、私のお尻をもっと見てほしいの、というキャラクターも数多く存在しています。ということで、今回はお尻見せたがり屋ランキングトップ10をご紹介していきます。彼女たちの可愛いお尻を見てあげてください。それでは、ランキングスタート。第10位、エラスタ。少しシャーな表情を見せつつ、大胆なポーズでお尻を見せていますね。可愛いところ。ただ、お尻だけでなく、胸や太ももも向上しすぎた点で良い。欧米を垂れよ。覚醒者。彼女もシャーな性格から目を隠す時のお尻見てアピール。スレンダーでスタイルもかっこいいですが、お前の哀れな仲間は、少し肉付きが足りないのが残念ですね。我が神の裁きを受けるであろう。第8位、先生でした。お尻アピールのポージングはグッド。どの時間軸でも、しかし、せっかくのお尻アピールも衣装が邪魔してますよ。衣装を変えてまた来てね。第2位、ヨガリア。普段は男勝りな女性ですが、スタイルは抜群ですね。柱で半分隠しつつ、お尻の割れ目をきっちり作るあたり、わかってますね。絶対失望させないぞ。早く金持ちになる秘訣、もちろんあるわよ。まずあなたの貯金を全部私に預けることね。この世界には本当にたくさんの悪人がいます。彼らは弱気を蔑み、気まぐれで裏切り者で嘘で満ちて、そしてまた私を傷つける。第4位、ツバメ。幼い幼子から堀系に見られていますが、忍者殺し屋として生きる決断を下した強き女性。その強さの決意を不器用ながらお尻でアピールしています。素晴らしいお尻ですよ。私がまだそのような感情を持ち合わせていると思っているのなら、私のために死ねるわよね。大間違いですと、このお尻ポーズで言われたら。しっかりしてください。ダンモバ界のお尻アピール娘と言ったら彼女ですね。元気にヘアスタイル、前を向きましょう。腕、首で、太もも、すべてはヒップをより美しく見せるために日々鍛えています。ないな、フレアを抑えて1位に輝いたのは、私は他の人に見られることに慣れていません。お尻以外の余計なアピールは極力控える黒べった丸ぶり。ポージングにお尻の位置設定など、さすがですね。ということで、尻アピール系女子ナンバー1はジュミルクになりました。ランモバには乳揺れ以外にも楽しむ要素がたくさんありますね。では、また次回のランキングでお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。